皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうも草根と申します。よろしくお願いします。別の動画をね録画して、あ、なんかこのままのノリだとデレスでもなんか撮れそうだなということで、この動画をね早く撮ろうと思って長引かせていたんですけども、やっとね撮らせていただきますってことで、デレスでモチベーションがダダ下がりですけどねスタミナ見てもらうと分かると思うんですけどね、本当にいつ起動してるんだろうって朝起動するぐらいでね、マジで起動しないぐらいですけども、これだけねちょっと撮りたかったっていうことが、まあ、サムで見たら分かると思うんですけども、こちらプラチナメダルがですね33枚あります。はい、つまりはですねそういうことですよね。こちらにあります、スターレッスントレーナーチケット現在7枚あります。でこれをですね、全部使うと11枚、はい、ということで、スターレッスントレーナーチケットが18枚になります。これでね、あのアイドルをスタラン20にすることができる。そう、今まではヒスゲンのアイリーかなだけがスタラン20だったんですけども、新しい SS レアが1人また1人スタラン20にすることができます。それがこの子です。ドーンということで、こちらでございます。はい、こちらのアイリー、前回ですね5周目のアイリーですね、これは何アイリーやったっけ、これ水着ですやったっけいやもう何も忘れてる。はい、この、ユニゾンのアイリーでございます。いやー、このアイリーね可愛いんですよね。はい、まあ結構ね、その4周目の工場かな、工場のアイリーも、まあ、可愛いっちゃ可愛いんですけども、まあ、せっかくならそうセンターで使う、まあ、アイリーがね20にしたいなってことで、あのオフェスゲーのね、あのスキブのアイリーっていうのは今でもずっとお世話になっている放置編成だよね、今でもずっと僕は使っているんですけども、まあ、そんな感じでスタラ20っていうのは結構ねいろんな面で美味しいところがあるのでやっているんですけども、こちらもですねユニゾンなのでセンターに置くアイドルなんですよ。なのでこれに使うのが僕は一番美味しいのかなっていうことでございまして、一人ねあの時ねゲットしたんです。なのでこれ一人と、チケット18枚で、合計19で、もともと1なので20っていう感じでございますね。さあやっていきますか。いきます、ほい。さあ、いでよスタラン20よ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。めっちゃパーセント上がるいやーいいね、やっぱいいなこれスタラン20、いいな。何よりこの入り20ってめっちゃ良くない？うわー20や、やば、これやばくないですか。これでさ、ほらこれ20、これでこことここ20、ここ20ですよ。いいね、着々とスタラン20のアイリーが増えていく。まあ目標全員のアイリーを20にすることを目標にしようかな。それなら結構もちろん僕の上がりそう。そうしましょうか。急に決まりましたけども、これからのデレスの目標としましては、まあ、アイリーをね、もちろん、まあ、6周目が来た場合、もちろん絶対ゲットしに行きますので、ちょっとね、そろそろね、ジュエル貯めるフェーズ入ろうかなと思ってます。最近ちょっとね、フェスゲンがいっぱい来て、ガチャ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 引いてしまっている自分もいるので、もうここまで来たらね、まあ、こんだけ頻度が上がってくる、ちょっと調整して、ちょっとね、ガチャ我慢していこうかなと思います。ガチャね。なので、そろそろ、ジュエルためフェーズに入ってね、次のアイリーを狙っていきつつ、スタラン20もね、また目指していけたらいいなという感じでございまして、今回は、アイリーのスタラン20、2人目ですね。2人目の SS レアの20でございました。これだけ取れたかったらどうしても。はい。ということで、デレステ、なんとか頑張ります。ありがとうございました。